は JR 東日本川越車両センター祭りにご来場いただきましてありがとうございます。この列車は線状線通過体験列車です。発車の前に皆様へ注意事項がございます。新型コロナウイルス感染拡大防止のためマスクを着用し、会話は控えめにしていただき、他のお客様と間隔を空けてご乗車いただきますようご協力をお願いいたします。なお列車内は空調装置と発車前後のドア背景により換気を実施しております。窓を開けますと洗浄機通過の際に車内に水が入りますので窓開けはご遠慮ください。発車まで少々お待ちください。まもなく車両が動きます。お立ちのお客様はつり革、手すりにおつかまりください。お待たせいたしました。本日は JR 東日本川越車両センター祭りにご来場いただきありがとうございます。この列車は川越車両センター祭り線状線通過体験列車です。途中やむを得ず急ブレーキをかける場合がございます。お立ちのお客様はつり革、手すりにおつかまりください。新型コロナウイルス感染拡大防止のためマスクを着用し、会話は控えめにしていただき、他のお客様と間隔を空けてご乗車いただきますようご協力をお願いいたします。なお列車内は空調装置と発車前後のドア開閉により換気を実施しております。窓を開けますと洗浄機通過の際に車内に水が入りますので窓開けはご遠慮ください。これより車両センター大宮方にある引き上げ線まで向かいます。その後折り返して再び30番線へ向かいます。引き上げ線から30番線に向かう途中洗浄機を通過し車両洗浄を実施します。ぜひ窓の外にご注目ください。川越車両センターについて簡単にご紹介いたします。当センターは埼京線、川越線、八高線の車両基地として1985年に川越電車区として開設され今年で38年目となります。所属車両は臨海線、相模鉄道線にも乗り入れる E233 系38編成、川越、八高線でワンマン運転を実施しているE231 系6編成、209系5編成、試験用電車であるミュートレインの合計50編成が所属しています。9日に一度行われる仕様検査、3ヶ月ごとの機能保全、その他臨時の修繕を日々実施し、お客様に安全で快適な車両を提供できるように取り組んでいます。また今年2020年は1872年
新橋・横浜間に日本初の鉄道が開業してから150周年を迎えました。鉄道開業150年を記念して駅などでのイベントや特別商品を販売しています。ぜひ JR 東日本ホームページをご覧ください。到着いたしました。この後車両洗浄を体験していただきます。窓を開けますと洗浄機通過の際に車内に水が入りますので窓開けはご遠慮ください。まもなく車両が動きます。お立ちのお客様は、つり革、手すりなどにおつかまりください。まもなく洗浄機を通過します。窓を開けますと洗浄機通過の際に車内に水が入りますので窓開けはご遠慮ください。またドアの隙間から水が入ってくる場合があります。付近にお立ちのお客様はお気をつけください。
前は。皆様、車両洗浄はいかがでしたでしょうか。迫力のある洗浄体験をお楽しみいただけましたでしょうか。この他にも様々なイベントを開催しておりますので、引き続き川越車両センター祭りをお楽しみください。なお、お出口は1号車前方の進行方向右側、前から1つ目と2つ、1つ目のドアのみとなります。駅と違い、隙間が大変広くなっておりますので、足元に十分ご注意ください。特にお子様連れのお客様は、お子様の手を取ってお降りください。本日はご乗車いただきまして、ありがとうございました。